江崎彩竹はリスナーに対して強盗を通じて感じたことや考えたことを共有し新たな音楽の楽しみ方を提案するだろう江崎彩竹の「ボーダーレス・ミュージック・ディグ」というラジオ番組はリスナーに毎回新たな音楽体験を提供してくれるその中でも今回は特に注目すべきエピソードが放送される6月30日21時50分から FM で放送されるこの回では ナンバーアンダーラインアイの最新アルバム「ゴートが取り上げられるというこのアルバムは世界を射程に入れた現在進行形の音とリズムを特徴としておりリスナーたちに新たなダンスミュージックの系譜を探求させることを目的としている番組ホストの江崎彩武は音楽の深く釣りが得意であり毎回リスナーを魅了している彼の鋭い洞察力と広範な知識は リスナーにとって新たな発見の場を提供してくれる今回のエピソードでもナンンバーアンダーラインアイのゴートを広く深く掘り進めリスナーに新たな視点を与えること間違いないこのアルバムゴートは現代の音楽シーンにおいて非常に重要な位置を占めている特に世界中のダンスフロアで鳴り響くその音楽はリスナーを踊らせるだけでなくその背後にあるリズムとサウンドの進化をもたらしている 江崎綾武は、このアルバムの魅力を余すことなく伝えるために、様々な視点から、強盗を分析し、その音楽的背景や制作過程に迫る予定だ。リスナーたちは、このエピソードを心待ちにしている。SNS 上では、楽しみにしてます。とても興味深いです。お知らせありがとうございます。といった声が多く寄せられており、期待が高まっていることがうかがえる。特に、 ナンバーアンダーラインアイのファンにとってはこのアルバムがどのようにして作られたのかその裏側を知ることができる貴重な機会となるだろう江崎彩武の解説は単なる音楽評論にとどまらない彼は音楽そのものが持つ力をリスナーに伝えることに注力しておりそのためのストーリーテリング技術も優れている例えば彼は強盗のリズムに隠された物語を掘り下げ そのリズムがどのようにして世界中のリスナーに共感を呼び起こすのかを解説するだろう。さらに、彼はリスナーに対して、新たな音楽の聴き方を提案し、その楽しみ方を広げることも目的としている。江崎綾武のラジオ番組は、ただ音楽を紹介するだけではなく、その音楽に対する理解を深め、リスナーに新たな視点を提供する。そのため、 リスナーは毎回新たな発見を楽しみにしており、今回のゴート特集も例外ではない。このアルバムを通じて、リスナーは現代の音楽シーンの最前線に立ち、世界中の音楽ファンと共感を共有することができるだろう。ゴートというアルバムタイトルには、Greatest of All Time 史上最高という意味が込められている。このタイトルにふさわしい内容を持つこのアルバムは、 リスナーにととって忘れられらなない一枚となるだろう。江崎綾竹はこのアルバムのタイトルに込められた意味を解説しその背後にあるアーティストの思いをリスナーに伝えることも欠かさないだろう江崎綾竹の「ボーダーレス・ミュージック・ディグは」は音楽を通じてリスナーに新たな視点と体験を提供するそのため彼の番組は多くのリスナーに愛され続けている今回の「ゴート特集も 多くのリスナーにとって貴重な体験となること間違いなしだ。リスナーたちは、このエピソードを通じて新たな音楽の魅力を発見し、その楽しさを共有することができるだろう。強盗の音楽的背景や制作過程、そしてそのリズムに込められた物語を知ることで、リスナーはこのアルバムをより深く理解し、楽しむことができる。また、江崎彩武は、リスナーに対して、 ゴートを通じて感じたことや考えたことを共有し、新たな音楽の楽しみ方を提案するだろう。例えば、ゴートのリズムに隠されたメッセージや、その音楽が持つ社会的な意味についても触れることが期待される。リスナーは、このエピソードを通じて、単なる音楽の鑑賞を超えた深い体験を得ることができるだろう。江崎綾武の解説は、リスナーにとって非常に貴重なものとなる。 彼の豊富な知識と鋭い洞察力は、リスナーに新たな発見をもたらし、その音楽体験を豊かにする。特に、今回の GO と特集では、リスナーが普段聞くことのない裏側のストーリーや音楽的な背景を知ることができるため、非常に興味深いものとなるだろう。リスナーたちは、このエピソードを通じて、新たな音楽の楽しみ方を学び、さらに音楽に対する理解を深めることができる。 江崎綾武の解説を通じてゴートというアルバムの持つ魅力を再発見しその音楽に込められた思いを共有することができるだろうゴートというアルバムは現代の音楽シーンにおいて非常に重要な作品でありそのリズムとサウンドは世界中のリスナーに影響を与えているこのアルバムを通じてリスナーは新たな音楽の魅力を発見しその楽しさを共有することができるだろう 江崎彩竹のボーダーレスミュージックディグを通じてこのアルバムの魅力を余すことなく伝えることができればリスナーにとって非常に貴重な体験となること間違いなしだ江崎彩竹のボーダーレスミュージックディグは音楽ファンにとって欠かせない番組となっている彼の解説は音楽の深い理解と楽しみ方をリスナーに提供しその音楽体験を豊かにする今回の GO と特集も リスナーにとって新たな発見の場となり、その音楽の魅力を再発見する機会となるだろう。リスナーたちは、このエピソードを通じて新たな音楽の楽しみ方を学び、さらに音楽に対する理解を深めることができるだろう。ゴートというアルバムは、現代の音楽シーンにおいて非常に重要な位置を占めており、そのリズムとサウンドは世界中のリスナーに影響を与えている。このアルバムを通じて、 リスナーは新たな音楽の魅力をを発見ししそのの楽しさを共有するることができるだろう江崎ボーダーレス・ミュージック・ディグを通じてこのアルバムの魅力を余すことなく伝えることができればリスナーにとって非常に貴重な体験となること間違いなしだ江崎綾竹のボーダーレス・ミュージック・ディグは音楽ファンにとって欠かせない番組であり彼の解説を通じてリスナーは新たな音楽の楽しみ方を学び さらに音楽に対するるる理解を深めることができるだろう。今回の「GO!」と特集もリスナーにとって新たな発見の場となりその音楽の魅力を再発見する機会となるだろうこのエピソードを通じてリスナーは単なる音楽の鑑賞を超えより深い音楽体験を得ることができるそのため江崎彩武の「ボーダーレス・ミュージック・ディグ」は音楽ファンにとって非常に重要な番組となっている 今回のゴート特集では、江崎彩武がどのようにしてこのアルバムの魅力をリスナーに伝えるかが注目される。彼の解説は、音楽の技術的な側面やリズムの分析だけでなく、その背後にあるアーティストの意図や制作過程にまで及ぶだろう。例えば、ナンンバーーアダラインアイがどのようなインスピレーションを受けてこのアルバムを制作したのか、 その過程でどのような挑戦や創造的な試みがあったのかについても触れることが期待される江崎彩武の「ボーダーレス・ミュージック・ディグ」は音楽ファンにとって欠かせない番組であり彼の解説を通じてリスナーは新たな音楽の楽しみ方を学びさらに音楽に対する理解を深めることができる今回の「GO」と特集もリスナーにとって新たな発見の場となりその音楽の魅力を再発見する機会となるだろう リスナーたちは、このエピソードを通じて新たな音楽の楽しみ方を学び、さらに音楽に対する理解を深めることができるだろう。